1940年代の電車枠広告例、電車枠広告とは、鉄道事業者が主に自社及び関連企業に関する告知を行う場合に用いる掲示のスタイルの一種である。これは、告知する内容を車両の断面を模した枠線で囲ったもので、上部中央の全小灯にあたる箇所には、車門があしらわれていることが多い。この広告スタイルは、 阪急電鉄の前身であるミノーアリマ電気機,機動が総案したもので開業時の広告にはすでに原型が見られる。そのためもあってか、同社の電車枠のデザインは以前はパンタグラフが描かれ、さらに戦前にはウィンドシル、ヘッダーの輪郭まで入れるなどかなり手の込んだものであった。阪急が創始という事情のため、関西の私鉄に採用例が多い。 逆に国鉄では採用されなかったため、JR 各社でも用いられていない。阪急以外の各社は、もともと簡略化されたものを用いる傾向が強かったが、近年、車門なども省略して、ただの枠線しか残っていないケースも見受けられる。なお、バス会社の場合には、車門をタイヤに見立てて、四隅に車門を描いた枠線を入れた、バス枠広告とでも呼ぶべきものを使用している会社がある。 ありがとうございます。